やれやれ、ようやく到着かよ。ここが北の聖殿か。見るからに荘厳な造りだな。森にはいくつかの遺跡があるって昔姉から聞いたことがあったけど、本当にこんな古い神殿があったなんてね。見た感じでは長い間誰かが足を踏み入れた形跡はありませんわね。プチトットによると、ここは昔法王朝が使ってたんだろ。ゼフィ、お前なんか知らないのかよ。いや、そんな話は聞いた覚えがなかったからな。きっとエビル・レイブンの奴らもこんな場所に遺跡があるなんて知らないんじゃないだろうか。たどり着いただけで気を抜くのは早いんじゃない。ここからが本番なんだから。ふん、何を当たり前のことを言ってんだ。この神殿の奥に求めるものがあるのなら必ず見つけ出してみせるわ。シャルロッタ、改めて確認しますわ。三つ存在する神殿のどこかに魔女と竜に関わる秘密が隠されているということでしたわね。ええ、そうよ。それが私たち魔女の呪いを解く鍵になる。それだけは間違いないわ。眉唾もんだったが、こうして神殿が実在したってことは、その秘密も本物だっていう可能性が高いってわけだ。魔女と竜の秘密、それがどんなものかは知らないけど、その秘密を解き明かせば竜の呪いから解放される。今の私たちにとって唯一の希望ね。ああ、正直とても不確かで頼りない手がかりだがな。それでも俺たちはそんな小さな希望にすがるしかないんだ。どんな危険が待っているかわからない。慎重に行こう。こん、使えるかしら。邪魔よ、粉々よ、消えて。使えるかしら。こん、悪くないわね。消え、良さそうね。粉々よ、消えて。邪魔よ、こん、使えるかしら。じゃ、良さそうね。ふん、あら、えい。みんな油断するな。行きますよ。一撃ですわ。行くか。次もこの調子で行こう。もらうわね。そこよ。じゃあ悪くないわね。良さそうね。消えて。悪くないわね。え？さあ行くぞ。行きますわよ。えい、任せろ。一つ、二つ、フィニッシュ。竜を感じる。頼む、受けてみろ。次だ。俺は絶対に負けない。もらうわね。じゃあ使えるかしら。こん、悪くないわね。
邪魔よ。使えるかしら。燃えなさい。いただくわ。よっと。よっと。よっと。これで。邪魔よ。そっ、容赦しませんわ。行きますわよ。一撃ですわ。やってやる。くらえ。手を振り上げる。やっ、いただき、ごちそうさま。次はドイツだ。余裕余裕。よさそうね。いただくわ。よっと。もらうわね。粉々よ。あら、これで。気を引き締めろ。ここは私が。行くか。倒れろ。畳みかける。一つ。やっ、食らう。次だ。行くぞ。一つ、二つ、フィニッシュ。ダメ。頑張りますわ。なんとかなりましたわね。よさそうね。はっ、消えて。使えるかしら。消え。よさそうね。あら、悪くないわね。あら、気合を入れるぞ。任せろ。余裕余裕。粉粉よ。邪魔よ。はっ、これ早い者勝ちだ。ここは私が。任せろ。一つ、二つ、フィニッシュ。行くか。た、よっ、どうだ。手を振り上げる。一つ、やっ、終わりだ。やった。俺は絶対に負けない。もらうわね。よっと。だいぶ奥まで進んだ気がするが、みんな大丈夫か。ええ、問題ないわよ。あとどれだけ進めばいいのでしょうね。神殿の全容もわかりませんし、先が見えないというのは不安ですわ。ねぐらをほとんど出ない私たちより、あなたの方がこの手の遺跡には詳しいのではありませんの？俺のような若い騎士はそうあちこち遠征していたわけじゃないが、それでも立派な神殿であることはわかる。こんなに規模の大きなものはこれまで見たことがない。手
がかりがない以上、くまなく調べながら進んでいくしかないわね。そうですわね。注意して進んできましたが、ここまでに何か隠されているような場所はありませんでしたもの。シャルロッタ、お前の方で何か気づいたことはないのか？いいえ、そう簡単に発見できるとは思わない方が良さそうね。やれやれ、覚悟はしてたが長丁場になりそうだな。こういうの苦手なんだよ。探し物を思い出しますわね。探し物？私たちのねぐらでのちょっとした遊びですの。順番に何かを隠して誰が一番に見つけるかを競うのですわ。ふーん、それの何が面白いのかしら。ねぐらから気軽に出れない私たちが退屈しのぎにできる精一杯の気晴らしなのよ。かくれんぼみたいなものか。で、カリカロは苦手だったのか？おい、なんで真っ先に私をやり玉にあげる？え？いつも見つけるのが一番遅かったですわね。やはりな。ビリの子は罰としてお片付け当番なのよ。いつもご苦労様だったわね、カリカロ。うるさいな！小さい頃の話だろ？今は違うぞ。それはどうかしらね。この見透かしたようなこと言うな。ほら、さっさと探すぞ。悪くないわね。良さそうね。粉々よ。邪魔よ。消え、使えるかしら。消えて。良さそうね。粉々よ。消え、悪くないわね。使えるかしら。良さそうね。邪魔よ。役に立ちそうね。行くぞ。私に任せて。私に真っ向対ですわね。ゆかよ、姿を現せ。いい品ですわね。いただきますわ。よっ、よっしょ。いいものですわ。えい。これは。た。早い者勝ちだ。頑張りますわ。えい。覚悟しろ。受けてみろ。任せろ。一つ、二つ、フィニッシュ。頑張りますわ。ここです。完璧に決める。ごちそうさまでした。倒しました。この調子でいきましょう。はあ、みんなそろそろ休憩しない？ここには竜の気配もないし。それがいい。この先何があるかわからないからな。ここら辺で体を休めておこう。こんなところで食事をするのはなかなか落ち着きませんわね。
まったくだ。ほんと味気ないってもんだよな。これどこで食べてもいまいちだと思うわよ。ぐん、仕方ないだろう。蛍光色なんてどうしても簡素なものになるんだよ。森を通るときに果物の一つでも取っておけばよかったかしら。他に食べられそうなものは。あら、これはクッキー。ミネッサったらしっかり用意してくれていたんですわね。違うわ、私は入れてないもの。もしかしてカリカロが入れてくれたの？ん？私じゃないぞ。カリカロ、食べながらだと何を言っているか分かりませんわ。あれ？私の荷物にも入っていたみたいですわ。私じゃないぞって言ったんだ。というか、ミネッサとラポネットの荷物に入ってるなら、おそらく私のにも。やっぱり入ってるな。俺のにも入っているぞ。あら、これを作った誰かさんは私の分まで用意してくれたみたい。今気づけたからよかったものの、もし放置していたらカバンの中でボロボロになっていたわね。確かに、事前に教えてくれなかったとなると誰かのいたずらか。バカだなお前は。これがいたずらなわけないだろ。ええ、言わなかったのはきっと照れ隠しでしょうね。誰がやったか分かったのか。これはファルの好きなクッキーなの。出発前にこっそり入れてくれたんだな。少しでも力になりたいっていうあいつなりの気遣いってわけだ。甘いものは疲労回復になるんですのよ。味わっていただきましょう。悪くない味ね。ねぐらに戻ったら特別稽古くらいつけてあげてもいいわ。悪くないじゃなくてうまいだろ。私のレシピ通りだ。ファルのやつ前に一緒に作ったのを覚えてたんだな。ダメね、もうねぐらが恋しくなってきちゃったわ。たった数日ですけれど、こんなに長くねぐらを離れたのも久しぶりですものね。私たちがいなくてもうまくやってるよな。そうだな。きっと大丈夫だろう。昔の俺以上にたくましいし、しっかりしているからな。え、私もそう思います。心配はいりませんわ。そうね、私たちは私たちにできることをして早くねぐらに戻りましょう。え、きっと無事に帰ることが何よりのお土産になるはずですわ。ま、様子が気になるなら早く済ませて帰るしかないわね。休憩は終わりにしてそろそろ先に進むわよ。一掃しますわ。た、早い者勝ちだ。竜の鼓動が、力を貸してください。もう悲劇は見たくない。えい、行くか。倒れろ。一つ、やっ、終わりだ。まだまだ。で、これはいいものですわ。いただきますね。よ
っしょ。私が行く。行くぞ。私に交代ですわ。私が行くわ。燃えなさい。邪魔よ。消えて。粉々よ。消え。悪くないわね。行くぞ。私に交代ですわね。ゆかよ、姿を現せ。いただきますね。はっ。容赦はしませんわ。ここは私が。えい。竜を感じる。倒れろ。天使に決める。ひとつやっ。食らう。次だ。俺は絶対に負けない。いい品ですわね。いただきますわ。よっ。いい品ですわね。よっしょ。よっしょ。みんな行きますわよ。一撃ですわ。行くぞ。頼む。た、よっ。どうだ。力が。えい。竜が来る。いまいましい竜よ。私に力を貸せ。これで殺せる。一つ。次はど、よし、解消だ。やってやる。ここは私が。えい。やっ。どうです。やってやる。くらえ。行くか。覚悟しろ。天使に決める。ひとつ。やっ。くらう。進化をもらうぞ。次だ。力が。ここです。やってやる。一つ。二つ。フィニッシュ。タンスに決める。やっ。ごちそうさま。よし、やった。受けてみろ。ここは私が。一撃ですわ。天使に決める。た、二つ。食らいますわ。満腹ですわ。倒しましたわ。任せろ。
死ね！出番だな。覚悟しろ。天敵を決める。一つ。やっ。食らう。次だ。俺は絶対に負け。不思議な。私は強くなった。なんだかいい気持ちですわ。ユカよ、姿を現せ。いい品ですわね。よっしょ。いただきますね。